はははいこここんんんんにちはこんばまんたさんですえっと来週からあの予告編ということであの毎週土曜日か日曜日に、えー、次の週の予告ができたらいいかなということでちょっとあの新たな試みとして動画の方を作りました。 来週のサブタイトルは「2人の決意」ということになっております。であの福島でですねあの夫と、ま、は結婚できますしあのコンサートの方も成功してまああの危機として福島に帰る唯一なんですけれども夫との結婚に家族に猛反対されるというと。 予告がありましたで特にあの次男の跡取りの工事からはあの「周りの愛が当たり前だと思うな」というふうにかなり厳しく詰め寄られてましてやはりその跡取りなのであの三郎がやっている北多市という呉服店 ののお金っていうははやはり,だりな,なので、えー、ここで悠一がトと,と結婚するとその養子の話もなくなるということで経済的にはやっていけないということでしょうね。はい、でこれはまあかなり衝撃的なんですけれどもイギリスから届くまさかの知らせということで。えー 世界コンクールにあの入賞したんですけれども、えー、留学としてあの来ないかと言われていたことが果たしてどうなっていくのかということですね。はい、そして友一の,の母である、えー、とマサがですね友一、えー、を音楽の道の厳しさに えー、済ませたくないというふうに音と,とあの会話している風景がありましたが、まあ、どうやら音谷祐一の夢である、えーまあ、歌手やあの作曲家として、えー、成就していくっていうところを、えー、否定されるということですね元陣に足つけてやってくれみたいな感じでしたね。 はい、しかしまあ音はその誘致の曲が素晴らしいということでゆうやちや音の夢を捨てきれず、えー、東京のレコード会社に誘致を売り込みに行くということでおそらく来週の後半あたりから東京編があの始まるものと思われます。 で、そこで、まあ、新たなキャストが投入されるわけですけれども。まず、あの、ギャラリーの方に、あの、映ってましたので。えー、山崎久三郎さんが演じる。佐藤久志さんが登場するものと思われます。えー、佐藤久志さんというのは、友人の幼馴染で。えっと、蝶ネクタイをつけた、あの、裕福な、あの、資産家の息子で。えー、少し、あの。 そういう幼少期のシーンが出てたと思いますが、えー、歌手としてあの成功していくという方役柄だそうです。そしてあの東京編で出てくるのは、えー、コロンブルースレコードの人々という,ということでえー、古田新太さんが演じる廿日市ホマレいっていうのがいう方があの登場されます。 えーまあ、コロンボスレコードのディレクターでヒット曲を作ろうと本当質問を御所作家や上司に弱い面もということでこの、まあ、大御所作家っていうのがあの志村けんさんが演じている、えー、方ではないかなと思いますね。はい、なので、まあ、来週か再来週またあの志村けんさん出てくるものと。 思われます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、小北さんでした。